はい、どうも、はるばばです。今日はですね、クラッシュロバイヤルをお届けしていこうと思うんですけれども、今日はですね、リプレイの方からお送りさせていただきます。こちらのロイスさんですね、こちらの編成ご覧ください。はい、デッキなんですけれども、まあ、三重子デッキですね。まあ、ジャイアントの後ろから、三重子を出していくというね、戦術なんですけれども、このね、三重子ってよく、まあ、見ていただきましょう。ライトニングなんて怖くないということで。はい。三重子ってね、基本的にライトニングとか火の玉とか、あとなんだろうな。あとロケットとか、そのようなね、遠隔攻撃で、ズボンとやられちゃうんですよね。うん。ただね、このね、今、ゴブリンの小屋ですね。これを入れることによって、相手に、先に使わせると。うん。これを入れることによっても、うざさマックスで使わせると。うん。これで、この今、レベルね、2個上なんですよ。ロイスさんが8に対して、相手は10なんですけれども、なんと三重子が活かせると、ちょっとね、見ていこうと思います。まあ、こんな感じで、ゴブリンハットですね。ゴブリンの小屋をどんどん出していく感じです。さあ、アイスウィザード、ちょっと敷居高い感じですね。向こうはウルトラレア2枚使ってきてますね。さあ、どうなのか。この世は序盤なのでね、まあ、ちょっとお互い、探り合いという感じでしょうか。ここからエクサーポンプを立てていきますね、ロイスさんですね。まあでもね、このね、僕もレベル8なんですけれども、レベル9だったらなんとか勝てるときはあるんで、勝てるときはあるとか、勝てると思うんですけれども、レベル10っていうのはね、ちょっといかずですね。あ、このように、ちょっと相手下手かな、これ。エクサーポンプとか狙ってきましたね。まあ、こういうね、資源系とかね、こう小屋系とかね、まあ結構ポコポコ立てていくことによって、相当うざいですよね、これはね。なので、こう相手に使わせる。それで使った瞬間に出すと。それまでは手札として隠していくんですよね、三重子を。まあ右は取られてしまうんですけれども、もうゴリ押しですよね、これ。こんな感じで、ちょっと残った。三重子ちょっと残ってこれですよ。ジャイアントの盾にして、まあ一体やられてしまったんですけれども、あ、全部やられてしまった。まあ、ただこのように左をね、がっつり落として、もうね、本体のね、体力もね、半分ぐらいまで削っております。はい。そしてまたね、ゴブリンの小屋とかを出していく感じですよね。で、次は、大砲出して、ホグライダーかわして、そして、このフリーズは相手のフリーズですね。向こうはそろそろライトニング使ってくるかな。まだ使ってこない。でこっち矢の雨で、なんだっけ、プリンセスを処理して、そう、ゴブリンハットを出して、そう、これでこう、2個出されると、やっぱライトニング使っちゃいますよね。なので、ここで使った瞬間にまた、出すと。これはね、相手にとって相当嫌なデッキだと思います。なんかこう、使いたくなってしまうというかね、使いがちですよね、ああいう。ゴブリンハット2つあった時にライトニング溜まったら。はい。これ皆さん結構やってみたら面白いかもしれないですね。こういう三重子の使い方。はい。これね、まあ手遅れと。いうことですね。はい。なんかその、三重子ってやっぱりその火の玉とかそういうのでやられがちなんですけれども、あえてね、こう、使わせるようなデッキの組み方をするっていうそのロイスさん、まあ、お見事じゃないかと思います。はい。というわけで、三重子。使っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。